こんばんは、速稼塾の久保です。今日のライブはですね、私の書斎からお届けするんですけども、書斎というよりもね、あの本をたくさん詰め込んでる部屋です。およそ、まあ、こっちにもあってあっちにもあって上にもあるんですけども、まあ、1万冊ぐらいあるんですよね。とても全部読めないんですけども、ただもう一通り読んだものばかりでしてね、こうやって背表紙を見るだけで内容がちょっと思い浮かべられるものばかりですね。で、今日久しぶりにね、この夜のライブをしたのは、今日日経平均株価2万円割ったじゃないですか。そしてですね、ドル円の取引を私してるんですけども、なんとですね、101円台に入ったんですよ。つい2、3日前ですよ。105円とかだったのが、こっから一気に104円になり、まあ104円は私はね予測していたんですけども、なんと101円に円高にグッと触れたんですよね。で、途中で気がついて、売りエントリーを後追いでしたんですけども、やっぱりすごい金額動いてましたね。うん。で、私的には、ちょっとね、チャンスというか、利益を得たんですけども、これから恐ろしい時代が来るなってことを同時に感じました。ほんと、いても立ってもいられないような感じでこのライブ放送してるんですけども、まあ他のね、投資家さんとか事業者さんも、この2万円割ったってのはどういう意味なのかってことを、本当にね、深く受け止めていて、まあいわゆるね、2万円を割らない限りは、一つの、安心ラインだったんですよね。これ心理的なものですけども、2万円割ったことによって、狼狽が始まります。これはね、ちょっと前にトイレットペーパーがなくなったみたいな、そんな狼狽とは違います。そんなレベルじゃないです。自分の事業がこの先どうなるんだろうかとか、従業員をこのまま雇用していていいんだろうかとかね。それから、税金はどうなるんだろうか。そして日銀が買い支えている、この国債。これがですね、国債じゃない、日本株ですね。これがもう、限界なんじゃないかなと。日本の株って、日銀が、そのために買ってるんですよね。買い支えしてるんですよ。で、この、市場が価格を決めてるんではなくて、言ってみれば、日本の会社を、日本の銀行が買ってるという、自作自演で、2万円を大きくクリアして2万3000ほどに行ったんですけども、これをしてもですね、2万円が維持できなくなってきたってことなんですよ。そしてこれから、一瞬は円高になるでしょう。でも、かなりの円安に、またね、巻き戻っていくと思います。これがね、何を意味するかっていうと、私たちは、すべてエネルギーを輸入に頼ってるんですよ。輸入に頼っている限りは、仕入れなくちゃいけないですよね。原価が乗ってきますよね。この石油が、油が、かなり高く買わないといけなくなるってことなんですよね。円安になるわけですから。で、そうなると、国内のすべての物価ってのが、全上がりします。なぜなら、すべてのものってのは石油でできてるんですよ。プラスチック製品多いですよね。家電もそうですよね。まあ、車関係のものもそうです。あらゆるものが石油でできてます。じゃあ食品はって思うでしょ。食品も石油でできてます。食品を作るための工場、石油、電気で動いてますよね。それから農家、トラクター、これも原油で動いてます。石油で動いてますよね。で、そうなるとですね、すべての食品っていうのが値上がりするんですよ。そしてこの値上がりの前に買い込みが起きるでしょ。保存食を中心に、食糧難が来るレベルで大きな食品の買い込みが起きて、買い込みが起きれば起きるほど食品の価格が高くなると思います。まあ、ですので私はね、すごく最悪のケースをいつも想定して、そして最悪のケースを想定した上で最善を尽くすために動いてるんですけども、ものすごくね、恐ろしい事態が起きると思います。多分ですね、月給20万とか30万で暮らしている方はもう何も買えなくなる、そんな時代が来るんじゃないかなと思いますよね。で、ちょっと副業してるとか、ちょっとビジネスをしていて、プラス10万、プラス20万っていう収益を生み出せる方、月収50万ぐらいの方、これでもかなり苦しくなってくるんではないかなっていうふうに思うんですよ。じゃあその時期がいつになるかっていうのはわかりません。今年中に来るのか、それとも10年先、20年先なのかわかりませんけども、いつ来てもいいように、私たちはとりあえずね、財をなす力をつけとかないと、本当にね、まあ、日本人同士で食べ物の奪い合いとか、ひどい時には、暴力とか、盗みとか、犯罪とかね。あと、もっと言ったら、内戦とかになる可能性もあるんですよ。日本人同士がですよ。そんなわけあるかって、大半の方は思われていると思いますけども、それは私の考えの方がちょっとね、言っちゃってるかもしれませんけども、そのぐらい極端に考えないと、ちょっとの変化にも耐えられなくなります。それがだから、前回起きてるんですよね。もう、想定をぐっと、高めておいて、最悪のケースを想定して、誰よりも早く、その想定を、想像して動いていくってことをしないと、みんなが動いてる時に動いたらもう遅いわけなんですよね。で、マスクとかトイレットペーパーとかティッシュペーパーとかね、デマも入ってましたけども、結局、みんな手遅れになってたわけなんですよ。手遅れだから、高い値段が、いきなりつけられて、
それが手が出なくなってくるということなんですよね。で、今回ね、本当にやばいなぁと、私は思いましたね。この、急速に2万円割ったと。1週間前の日経平均株価、いくらだったか覚えてます？ね。そして、この、今回流行っている武漢肺炎。今年の1月に意識された方いますかね？で、このぐらいめちゃくちゃになってるんですよ、短期間で。で、おそらくですけども、海外の東南アジアを中心とした、取引先を持っている方、軒並み、これから業績は悪化します。で、東南アジアの、貿易にね、支えられなくなってきますから、これからは、高い商品とか、高い仕入れってものを我慢してやらなくちゃいけなくなってきますよね。で、当然ですけども、人件費の面でも、日本の人件費が一番安くなると思いますよ。だって、日本人が何かね、近隣の諸国よりも、高い価値を持って働いてる方っていますかね？冷静に考えて。どうですかね？この辺はね、話すと長くなりますけども、私たちはいつの間にか、みんなと同じ仕事しかしなくなってきたんじゃないかなと思うんですよ。そうなると、独自性を持ったとかね、ソフトウェアを開発してとかね、アプリを作ってとか、それを運用してとか、持ってたらね、金融を扱ってとか、そういうのが、私たちすごく弱いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、いろいろとお話して、私自身もちょっとね、ゾッとすることばかりだったんで、ついつい放送を始めましたけども、私にはね、今、FX ってものがあって、非常に、これはね、本当にギリギリセーフで間に合ったなと思います。アフィリエイトとか、YouTube の広告収入とかなんて、企業の業績が悪ければ、いくらでもアフィリエイト報酬って落ちるんですよ。ひょっとしたらなくなるかもしれません。10分の1ぐらいになるかもしれません。ということは、アフィリエイトで月収100万稼いでる人も、月収10万ぐらいになっちゃうんですよ。YouTube でチャンネル登録者数20万とか30万人いて、毎月の収入が150万ぐらいの人。YouTube の報酬がね、15万くらいになっちゃいます。そして物価は上がります。1個牛乳を買うときに1000円とか、1300円とか、1リットルの牛乳がしたらどうします？もう買わないですよね。でもそのくらいのことを考えていかないと、なんか本当に危険なんじゃないかなと思うんですよ。そしてプラスアルファ、政治不信です。毎日予算委員会見てる暇はほとんどの方はないと思いますけども、とてつもない恐ろしいことが、どんどん決まってますよ。私は毎日見てるんですけども、私の目の前で、それが決まってます。非常に危険だと思います。何が危険なのかわからないぐらい多くの人は忙しくって、見てらんないと思います。次から次へと、むちゃくちゃです。極めつけがですね、今回は、黒川検事総長の人事ですね。三権分立って皆さんご存知だと思うんですけども、この三権分立は、今、壊されようとしています。森法務大臣という法律を扱う最高の大臣が、最高権力を持っている大臣がですね、なんとですね、介入してはならない検事総長の人事、こちらの方に入ってきたんですよ。三権分立っていうのがありますよね。検察、裁判、司法ってものは、こちらの行政とかね、立法を行う国会に、内閣に影響を受けないはずなんですよ。五分五分の地位のはずなんですよ。でも、検察、司法っていう場に、ついにですね、内閣が指示を出し始めたんですよ。そしてそれに、こちらの検察、検事総長、黒川さんですけどね、いいダクダクと従ってしまったんですよ。法律を扱う人が、三権分立を無視して、憲法をないがしろにして、自分たちのやりたいようにやってます。これが何を意味するかっていうと、私たちは常にね、これから、ついに、法律に守られなくなってくるってことなんですよ。ね。検察が、そして、法務大臣が、好きな人を、しょっぴいていけるんですよ。好きな人の財産を差し押さえることができるんですよ。どうしましょう？カルロス・ゴーンさんどころじゃないですよ。私たちも、海外に逃亡しないと、こんな恐ろしい国になるかもしれないんですよ。いや、怖いですね。こういうことが、毎日、私たちを、不自由にする、そういうふうな決まりがですね、私たちの税金で、暮らしている人が、さらに私たちを苦しめてるんですよ。要するにね、言い過ぎかもしれませんけども、私たちはね、盗賊を、制度化された盗賊を養ってるんですよ。制度化された盗賊を養ってるんですよ。いや、こんな恐ろしいことがあるんですよ。いや、もう僕ね、嫌になっちゃいましたね。なんか自分がね、一生懸命払った税金が、さらに自分を搾取するための構造を作るために使われてると思ったらね。最近ね、新聞記者っていう動画見たんですけども、ここにはね、
本当、盛りかけ問題をはじめとする安倍政権の悪事がそのまんま映画化されてます。これよくリリースできたなと思うんですけどね。いやー、すごい映画だなと思います。YouTube ご覧の方は見れますんで、見ていただきたいなと思いますけどね。じゃあそろそろね、今日のライブ放送も終わりますけども、とにかく今日言いたいのは、日経平均が2万円終わったってことが、どういうふうなね、ことをこれから日本にもたらすか。うん。もう、経済大後退時代です。後ずさりしちゃうんですよ。私たちはもう経済発展はこの国ではありえないと思います。全体的には。個人的にはできますよ。個人的には FX で儲けまくることはできます。でも、全体的の企業の力はなくなっていって、権力や支配力も海外の諸外国にね、及ばなくなってきます。もう貿易もかなり不利な条件になると思いますし、何にしてもですね、エネルギーの輸入がむちゃくちゃ難しくなります。これはもう打つ手がないですね、この辺は。国家レベルで何かをやらないといけないんですけども、その国家が私たち国民の方向を向いてくれるかどうか、もうこれで分かんなくなったわけですよ。怖いですね。何をすればいいのか私も分かりませんけども、とにかく私は FX が間に合ったんで、この FX で大金を稼いでですね、自分と自分の家族や自分の周りの人間だけでも守れるようになっておこうかと思います。そしてですね、 FX に可能性を感じている人にもっともっとね、 FX を分かりやすく伝えていきたいなと思ってるんですよ。もう私も FX の相場解説を始めて4年目になります。毎日やってます。毎日アップロードしてます。この私の相場解説で勝ってる人もいます。だからどんどんね、私の FX の相場解説5分か10分ぐらいで見終わりますから、見ていただいて、FX に可能性を感じる人はこれからでもね、いいんで勉強していただいて、FX でね、資産を作れるようになったらどうかなと思います。もちろんアフィリエイトは YouTuber の道もあるんですよ。あるんですけども、多分ね、ほとんどの方はこんなのできません。時間がかかるんで、むちゃくちゃ時間かかりますから。アフィリエイトするのに、サイトを1000個とか2000個作れますかって話なんですよ。多分毎日12、3時間働いてたら、とてもじゃないけどできないんじゃないかなと思います。そして転売ってのも、ネットビジネスの中では取り組みやすいものになりますけども、転売ってのはむちゃくちゃ作業が多いですからね。最高に作業が多いです。そしてお客さんのサポートもあるし、クレーム処理もあるし、商品の発送もあったり、むちゃくちゃ大変です。しかも仕入れ資金が必要なんですよ。この仕入れ資金が5万とか10万では話にならないです。300万ほどないと転売で生計を立てることはできないです。もちろん少額のね、少ない金額でやる方法もありますけども、それは今度難しくて多くの人が扱えないです。そう考えると、FX が一番なのかどうかっていうと、まだそれは人によるんでわかりませんけども、稼ぐ金額のことを考えたら、FX 以外に、そんなね、毎月、数十万ってものを目指すものは、もうないんじゃないかなと思います。時間帯効果のことも考えてですよ。毎日毎日、作業を、12時間、13時間やって、そして月収50万。もう本当にね、やってられないです、これは。そこまでは。だから毎日、2、3時間の作業で、やっぱり100万円前後ってものを目指すとしたら、もうね、転売とか消えるんですよ。アフィリエイトも消えます。YouTuber も消えますよ。FX ぐらいしか残ってないのかなと思います。FX は3つの段階でできます。一つは、まず基礎用語の暗記です。こういうことを知らないと話にならないです。基礎用語を暗記したりとかね、法則をいろいろ覚えたりとか、過去例をいっぱい見たり。要するに大学受験みたいに過去問を一生懸命見るってことなんですよ。で、英単語を覚えたりとか、公式を覚えたりとか。こういうふうな暗記項目っていうのがあります。これは100円ぐらいで中古の本買っていく場合、いくらでもできます。で、これをやった上で、チャートを見に行って、自分の覚えたこと、勉強したことがチャート上に現れてるかどうかっていうのを見分けることができればいいんですよ。あとは第3段階目は資金投入する勇気があるかどうかですよね。やっぱりお金を実産を入れてエントリーするのは怖いですから。で、怖いんで本当は買わないといけないのにそれができなかったりするんですよ。だから精神を鍛える必要もあります。でもこの3段階なんですよ。で、シンプルに FX ってのは大きなお金が作れる可能性が非常に高いです。で、しかも日経平均が下がったりとか上がったりとかありますけども、FX は下がった時でも上がった時でも同じ条件で同じぐらい稼ぐことができるので、別にですね、暴落とか気にしなくていいです。暴騰も気にしなくていいです。どっちでも稼げます。国が衰退しようが、繁栄しようが、FX は同じように市場が動いてますんで、勝つことができます。もちろん、勝つ確率と同じぐらい負ける確率もありますんで、負ける時のことも考えないといけないですよね。まあだからやっぱり暗記項目とか一生懸命勉強しないといけないと思うんですけどね。
まあ、そういうことで、最終的には FX をお勧めするようなね、コーナーになっちゃいましたけども、他に方法があればその方法を取ってください。ただ、今、この放送を見てる皆さんがやっているお金の稼ぎ方の延長線上には、多分生き残る道はないんじゃないかなと思います。最低でも、FX をやること。そして他の投資事もいいと思いますけども、投資には資金が必要ですからね。やっぱり種銭をどうやって捻出してくるかっていう問題もありますんで、なかなか難しいことが起きてくるんじゃないかなと思いますよね。まあ、とにかくね、これから日経平均2万円を切って、とてつもない不幸の時代がやってくると思います。特にお金がないことによって命に関わることがどん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 起きてきます。もう武漢熱なんて目じゃないくらいですよ。お金がないことによる死っていうのは多くの方、本当にね、あまり意識してないかもしれませんけども、当たり前にありますからね。お金がなくて死ぬってことは。それは餓死っていう問題もありますし、借金を苦にして自殺というのもありますし、それからですね、これから先家族を養っていけるのかどうかってことを考えると、それはね、生きた心地しなくなると思うんですよ。うつ病になっちゃったりしますよ。で、生きるためには仕方ないっていうことで、不正に手を染める人もいるかもしれません。まあいろんなね、本当に暗いことばっかりなんですけども、まあ本当にどうしましょうと。私自身、何を発信しているのかね、わかんなくなってきますよ。今まではビジネスをやりましょうとか、なんかね、ちょっと副業やりましょうっていう感じだったんですけども、ここに来てですね、ビジネスとかね、副業とかじゃ間に合わないんじゃないかなと思っちゃいますよね。まあこれからも皆さんがね、なんかヒントになるような発信を続けていこうかと思いますんで、またお付き合いいただければと思います。いや、寒くなってきたな、この部屋。それじゃあ、すいません。驚かしちゃいましたけども、皆さんも、すごくね、日本が不景気に向かっていると、一気に不景気に向かっているっていうことをね、ちょっと頭の隅に入れておいてください。もしくは、そんなわけないよっていう考えも私は尊重します。私が勝手に一人で、やばいんじゃないかなって勘違いしてるだけかもしれません。なぜなら私は隠居してますんで、世の中のこと、はっきり言って分かんないんですよ。多分、皆さんより分かってないです。だからもしかしたら、私の一人の懸念で終わるかもしれません。そうなったら、私一人が恥をかくだけでいいんだよね。ハッピーハッピーです、そっちの方が。ただ私は最悪の場合を考えて備えておこうかと思います。本日は以上ですね。また皆さんとお会いしましょう。それでは失礼します。